情報公式5番、今回はいろいろな式の展開2番を一緒に学んでいきましょう。さあ、ちょっとこちらの問題早速やっていきたいと思うんですが、例題、括弧 x プラス y 引く3括弧閉じ括弧 x プラス y プラス5括弧閉じを展開しなさいと。さあ、どうやるんだこれ、いきなりとね。え、一個一個やれば確かにできなくもないけど大変そうだよね。もちろんそんなことはしないんですよ。これ工夫が必要なんです。どんな工夫が必要かというと、みんなどうですか、左の括弧と右の括弧よく見てくださいよ。左にも右にも x プラス y があるなと。これいいね、ヒントになるんですよ。確かに左にも右にも x プラス y あるよね。はい、ということでこれこんな風にやるんです。はい、ポイント、同じ式を一つの文字に置き換えて展開しようと。これがポイントです。つまり同じ部分を他の文字に置き換えちゃおうってことよ。例えばみんな何でもいいんだけど、この x プラス y、 どちらにも x プラス y ってあるでしょ。これをさ、勝手に置き換えちゃっていいですよ。例えば a っていうものに置き換えちゃうか、 a に。それでちょっと計算してみない？はい、じゃあやっていきましょうか。 x プラス y を a と置くよと。そうするとこの式はどうなるかっていうと、こんな風に括弧とかできるよね。 x プラス y の部分が a になっちゃったんだから、これ a-3 と括弧とできるよね。これも x プラス y の部分が a になったんだから a プラス5と括弧とができるよね。これで一回計算してみようか。はい、じゃあやっていきましょう。さあ、この括弧 a-3 括弧 a プラス5、先頭の括弧の先頭の部分が同じですから情報公式を使うことができるよね。はい、じゃあやっていきますよ。これはまず a の2乗、はい、次にマイナス3と5を足して a をかける。そうするとプラス 2a になる。はい、次にマイナス3と5をかけるんだよね。はい、マイナス15と、はい、このようになりました。ここでどうですか、終わりにしちゃダメだよ。だって a ってさ、仮に置いただけだから。ここですること、 a を元に戻します。今は計算がちょっと面倒くさそうだったから、同じ部分を他の文字に置き換えて途中まで計算しました。最終的にはちゃんと元に戻しましょうと。はい、じゃあいきますよ。はい、 a を元に戻す。 a ってもともと x プラス y だよね。だからこの部分に x プラス y を今度入れていきましょう。はい、a の部分に x プラス y を入れます。 x プラス y の2乗。これちゃんと括弧つけてくださいよ。ね、a っていうのが x プラス y なんだから、この x プラス y というものを2乗するわけなんだから、ちゃんと括弧をして2乗してあげてくださいね。はい、続いてプラス 2a、 プラス 2a の部分に元の x プラス y を入れる。はい、これもちゃんと括弧つけましょう。 x プラス y で引く15、はい、引く15、はい、このようになりましたね。さあ、どうですか、ここの括弧もここの括弧ももうみんな外せるんじゃないね。はい、行きましょう。じゃあ、まずこれ、はい、なんとかの2乗の形になってるね。これどうやの、まず x の2乗、はい、次に y を2倍して x をかける、だからプラス 2xy、はい、次に今度 y を2乗するからプラス y1 乗と、はい、こうなりましたね。はい、続いてこちら、はい、それぞれを2でかけてあげてプラス 2x プラス 2y で引く15、はい、このようになりましたね。さあ、どうですか、同類項ないか最後チェックしましょう。これないよね。だからこれで終わり。 x 次乗プラス 2xy プラス y 次乗プラス 2x プラス 2y 引く15、はい、これが答えになります。さあ、続いて例題2番です。括弧 a たす b たす c 括弧閉じの2乗を展開しなさい。これも難しそうだけど、ポイントはこちら一緒です。同じ式を一つの文字に置き換えて展開しよう。ただ同じ文字ってどういうことって、別に同じ文字あるわけじゃないよね。ただこれさ、分解するとこういうことじゃん。 a たす b たす c、 a たす b たす c の2乗ってこういうことだよね。だから同じ部分っていうのはさ、例えばこう考えればいいんじゃない。 a たす b ね、この部分を a と置いてみないとね。つまりこの部分ね、 この部分を a と置いてみないと、ラージ a とか言いますね。
これがスモール A じゃん、これラージ A だから、ラージ A で置いてみようと。そうすると計算がちょっと進むんじゃないでしょうか。はい、つまり A たす B を A と置く。そうするとこの式っていうのはこう書けるよね。括弧ラージ A プラス C の2乗って、こういうふうに書くことができる。じゃあこれ計算みんなできそうでしょ。何度かの2乗だから、これ計算すると A の2乗、はい、次にするのがプラス C を2倍して A を書ける、つまり 2AC だよね。次にするのが C を2乗するプラス C の2乗、はい、ここまで来ました。そしたら上と一緒ですよ、 A のままじゃダメだもんね、ラージ A のままじゃダメだから A を元に戻しますと、はい、A っていうのはもともと A たす B だったよね。 A たす B に戻しましょう。はい、いきますよ、はい、ここに A たす B 入れます。 A たす B の2乗だよね。これも上でも言ったけど、ちゃんと括弧をして2乗してくださいよ。 A っていうのは A たす B なんだから、 A たす B を2乗するんだから、ちゃんと括弧が必要ね。はい、足す2、はい、ここ括弧 A たす B で C が外にあるね。で足す C の2乗。さあさらに皆さん計算できそうですか。はい、まずここの括弧外せる、括弧 A たす B の2乗、これは何とかの2乗の形ですから、まず A を2乗する。次に B を2倍して A をかける、プラス 2AB、 次に B を2乗するプラス B の2乗。はい、じゃあ続いてここ、はい、これ括弧外しましょう。これちょっと形がさ、2と C がこうあるからさ、んどうやんのと思ったかもしれないけど、こう考えればいいよ。これさ 2C ってやって 2C 括弧 A たす B って考えればいいんじゃないね、C を前に持ってきちゃえばいいもんね。 2C を A にかけるプラス B にかけるって考えればいいよ。はい、そうすると 2AC、ね、2C かける A、 2AC、 2C かける B で 2BC、はい、こんな風に展開することができますよね。はい、で最後にプラス C 1乗、はい、こうなります。はい、ということでどうですか、同類項あるないよね。はい、ということで答え A 事乗プラス 2AB プラス B 事乗プラス 2AC プラス 2BC プラス C 事乗が答えになります。まあ、よくさ、もちろんこれで答えでもいいんだけど、似たものを近づけてさ、答えるっていうこともあるのね。まあ、どういうことかっていうと、例えばこれ A 事乗 B 事乗 C 事乗って同じ形に似てるでしょ。だから A 事乗足す B 事乗足す C の2乗ってこうまとめといて、 2ABAC2BC と書くと、まあ、どっちでもいいんだよ。ただ見やすいのは下かもしれないね。はい、ということで今回はいろいろな式の展開丸2を一緒に学んでいきました。